こんにちは、おつぽんです。今回はこちらのダルマセリカのオーナーさんにインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんてお呼びしたらいいですか？うららでお願いします。うららさん、すいません。会社は、初代トヨタセリカ GTV になりまして、1972年式。もともとは父親が乗ってた車なんですけれども、私が受け継いで、オーナーになりました。まあ、すっとオーナーになれたわけではなくてですね、10年ぐらい動かしてなかった車でして、ちょっともう一回行動復帰させたいなと思い、レストアを、決意したんですが、まあ、結構な費用になりまして、結構経済的に苦しい思いもしつつ、転職を余儀なくされとか、ちょっとそんな感じで頑張ってます。ダルマセリカってかなり昔の車ですね。そうですね。1972年式なので、今から46年ぐらい前の車なので、ご両親とかがこの感じの車かなぐらいの。そうですね。多分両親がすごい喜ぶと思います、この車。お父さん世代。そうですね。なぜこの車を買おうと思ったんですか？あ、実は私の父親がもともとオーナーでして、で私がオーナーになったのは、今から3年前、2015年なんで、3年前とかなんですけれども、まあ、父がちょっと他界してしまいまして、まあ、ちょっと片身になってしまったんですけれども、それでちょっとこうオーナーになってみようかなということで、なんか次第もですけれども、父親がこうちゃんと整備して、じゃあ受け継いでねみたいな、そういう流れだったらよかったんですけど、もうちょっと10年以上もそのままガレージに動かないでいた車なんで、もう全く不動車だったんですよ。でそれをちょっとなんとかもう一回行動復帰させたいなと思って、もうなんか男何人かでこう表紙で出して、お店に持ってたみたいな、そんな感じの車に。初代のそのセリカのあんまり経緯とかも知らなかったんで、はい、なんていうんですかね、もう本当周りのおじさんたちとかからいろんな話を聞いて、もうなんか親戚が乗ってたんだよとか、昔俺これ乗ってたなとか、ちょっとそういう話を聞くと、あ、なんかこう当時ってそういうこともあったんだなみたいなのを、なんかこう一人で妄想したりとかして、なんかそこでいろいろ知ることもあるんで、なんか、いろいろ教えてもらってます。なるほど。そのダルマセリカのお気に入りのポイントとかありますか？昔ながらのちょっと丸めの4灯なんかも結構可愛いなとは思ってまして。あ、可愛いですね。であとはそうです、ね、父が純正のホイールから変えてるんですけれども、はい、ゴールドの組み合わせとかもわりかしちょっと気に入ってたりするんで。車内を見せてもらいます。あ、大丈夫です。低いですよね。なんかすいません、乗り心地めっちゃ悪い。あ、いえいえ。あ、普段マニュアル車ですか？あ、そうなんですよ。あ、そうなんですね。はい、ちょっと全然蹴ってみてください。もうですね、何でも。シート前にはどうやってやるんですか？ですね、下にレバーが、ごめんなさい、そう、この、ね、右手のところにレバーが、はい、それで H ってやれば、はい、はい、あ、本当だ。そんな感じです。おお、カチカチですよね。あ、カチカチです。おお、なんか不思議な感じだ。いや、変ですよね、なんか、なんだろうって感じですよね。このなんかスイッチは何ですか？あ、スイッチはね、ごめんなさい、多分ね、何にも意味ないですね。あ、そうなんですか。確か、なんかオーディオかなんかと昔繋がってたりしてたんですけど、そうなんです。で、多分今切れちゃってますね、全部。
そうなんですよ。なんか謎のスイッチとかが、ね、多くて、何のためについてんだろうみたいな。オーディオ以外はあまりいじってない感じで、オーディオはなんかこだわって、後ろにちょっとごついスピーカーとかもついてちゃってるんですけど、スイッチとかそのままですね。いや、お恥ずかしい。マットが死ぬほどいけてない。5速ですね。はい。5速です。1600cc の4気筒かな。ノブがあの前の方についてるんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっと私他にも車持ってるんですけど。あ、そうなんですか。なんかね、あのこれだけ結構前で、結構ね、スカってなりますね。あ、いないみたいな。ノブがいないみたいな。そうなんです。そうなんです。こういう形のノブは運転したことないので、難しそうですね。1600cc の、4気筒、ね、キャブレターの車なので、うん、ちょっと今の車と違って、なんか機嫌悪い時とかもあるんですけど。キャブレター方式だとちょっとあれなんですか、なんていうんですかね、結構温度の影響を受けたりとか、こういうところで言うと気圧の変化とか受けたりして、ちょっとこうなんだろう、圧力が違っちゃったりとかするんみたいですね。なるほど。多分合ってるはず。じゃあ後ろから。もう疲れたって言ってます。ちょっと違った緑なんですけど、ちょっとだけ